はい、引き続いてですね、切り抜きをしていきたいと思います。はい、先ほどまでにね、半分ぐらいかな、半分以上いってますかね、切り抜きを終えております。はい、じゃ引き続いてね、サイドポンツーンの切り抜きになります。これね、だいぶ細かい、パーツがね、これ一体化されておりますが、これカールを脱着式にするときにね、補強の意味もね、兼ねて、カウルのね、座りを良くするために今回考えてみたパーツです。これでね、一応形状をね、安定させて、脱着時の座りも良くさせられるんじゃないかなと、ただ頭の中で考えて設定したパーツなんですけども、果たしてまあそのようにね、うまくいくかどうか、今回のこの試作にね、かかってるわけなんですが、果たして 結果やいかにというところです。今回はね、ルーバーの切り込みをして、折り曲げまでを終わらせてある状態で今、切り出しております。どうしてもね、細い部分が多いので、このルーバーのパーツは、どうしても組み立て後に曲げるような格好を今までとってましたが、今回の試作では、先にね、折り曲げまでしてしまうという形をとってみました。特段ね、この切り出し作業に影響を与えるものではないので、この方法が良いかと思われます。最終的にね、組み上げてから形状の補正は必要になってくると思いますけどね。このゼッケンの周りのちょっと白い線を直そう。はい、修正点をね、時々、見つけたときにメモしながら、進めております。これね、内側に曲げていただいて、これに対して接着していくという形を取ろうと思ってます。今回はね、こう曲げて、ちょっとね、気になったパーツなんで、折り曲げもして実際どんな感じに組めるかを確認しておきます。はい ここをね、こう曲げて、ここにつけたいと思ってるんですよね。いいっすね。ここにつけて、はい、こういう形状のものですね。こういう形にしておきます。はい、でここはこちら側へ曲げて、跳ね上げとですかね。はい、ここの伸びしろを曲げると、
大体まあ思ってた形にはなりそうですかね。はい、逆側もね、同じように切り抜いていきます。これもね、ハンダーカールの、レアースパーツですね。先ほど切り抜いた方の逆側ですね。ちょっと見づらいですかね、作業状態がね。今のりしろを切り取ったとこです。貼り合わせパーツなんで、折り筋をつけ、折り筋に従って折っておきますね。まあずれたとはいえですね、裏側に印刷がしてあるんで、裏側のね部分も黒くなってますので、貼り合わせた時のねずれて見えるとこが黒くなるということで、特にこういう複雑な貼り合わせパーツにはこの裏側印刷っていうのは、効果があるかと思います。はい、引き続いてね、サイドポンツンの逆側のパーツです。まあ、究極のペーパークラフトってこの余白で捨てる紙がないっていうのが究極かと思ってるんですけど、まあ、それは到底無理なので、今回は結構密度高いんで、余白率が少ないと思いますけどね。なんかこの余白をうまく測る方法ないですかね。どのぐらいの密度か
出してみたいですね。結構毎回密度濃いなと思うんですが、今回のこの展開図見るとこの間の例えばティレルとか最近のものでもまだ余裕があるように見えますね。まだこの展開図もね、余白が結構あるところがあるんで、まだいける部分があるのかなと。ただ、今度その余白を埋めるために、それに合ったを形のパーツにしていかなきゃなんないですよね。まあ、結構今回も展開図をね収めるためにのりしろをいじめてしまったところもありますけれども、まあ組み立て自体にさほど影響がね出るとは思いませんので、まあのりしろが大きい方が作りやすいんですが、まあほどほど必要最小限ののりしろがあれば組み立てが可能なので、その辺は極限まで削っていくってことも時にいいのかもしれないなと、思っておりますが、またまあ厳しく収めたねなんていう厳しくパーツが入ってますねなんていうご指摘もあろうかとは思いますが、逆に何とか密度を濃くですね、押し込んでパーツを押し込んで1枚でどんだけのものができるかという方の方が楽しいっていうんですかね、最後ね、展開図を完成させる時のねこう一つの楽しみでもあるんですよね。大変ですけども、今回もね、かなり、これでいいかなというところまでパーツをね収めた形で一回は収まったんですけども、まあ、これでいいかなと思いながらやっぱ眺めてみるとどうしてもね、展開図として美しくないっていうんですかね、そういう風な格好になってしまってたんで、もう一度全部ね、ガラガラポンで配置し直したりなんかして現状に収まったなんて格好になってますが、やっぱり2つあるものは左右対称にね、展開図上も配置すると非常に美しく見えるので、そんな風にいつも最近はねしたいなというのと、水平と直角だけはね、保とうと、なんですかね、不揃いな角度で角度を無理やり、調整してですね、はめ込むっていう方法もあるんですけども、紙に対してね水平直角っていうんですかね、それは保ちたいなということで、それをコンセプトで、ね、最近は展開図への収め方っていうのを実践してます。なぜかっていうと折り筋つけるとき一つとってもですね、水平と直角が出てればね定規をそんないろんな、角度でね、当て直さなくても済むということがねありますし、ハサミ入れるときもそうですね、切りやすいっていうんですかね、こんな風に
思いますので、水平直角だけはね出せるようにしてます。これもね貼り合わせバーズなんで、切り出す前に折り筋をつけてます。このパーツはね、アンダーパネルのところに、カウルをね、くっつけるんですが、それをくっつけるときのちょっとガイドにしようかな、ガイドっていうか押さえっていうんですかね、にしようかなと思って今回ちょっと考えたパーツです。実際ねこれがいらなくてもいいようにうまく収まればいいんですけどね、ちょっと広がったり膨らんだり、することが予想されたので今回はちょっとそういうパーツも考えてみました。エンジンもねちょっと今回くびれた格好にしますので、この辺の形状が変わってます。オープンカウルにするんでね、液排をですね、集合管をね、立体化させるということで、張り出しが収まらなくなってしまうので、カウルを開けた状態だけだったら問題ないんですけどね、カウルを装着するとね収まらなくなっちゃうんでね、その部分を見越して、エンジンをヘッドの部分ねより下側の液排の部分をね、削り込みました。ここもねちょっとエンジンパーツの部分はね、変えた部分でもあるんで、どうかな、うまくパーツが合うか、折ってみて確認をしたいと思います。はい、こうですね。はい、大丈夫ですね。なるほど、ここが干渉するのか、この切り込みが干渉するので、ここの、のりしろをちょっと削りましょう。このね、切り込みに干渉しますね。はい、切り込みに干渉するのでここを少し削ります。はい、いいですね。
ょっとね、ここののりしろの干渉が気になりますね。はい、ここ直しましょう。これはね、ちょっと展開図を一枚出しといて、これじゃないな。展開図ね、一回プリントしたものがあるんで、ボツになったやつがあるんで、これでチェックを入れときます。どこだ？ここか。あとさっきなんだっけ、ゼッケンか、ゼッケン、添加図にね直接、チェックしたものを書き込むのが一番いいですね。エアファンネルのとこね、コードもね立体化したパーツ、これウルフから流用ですね。ウルフから持ってきました。ウルフのパーツを、ウルフの時とね同じように、まあこの亀頭自体ももうウルフのものということですね。パーツはあれかな、エンサインの N171777 の時に初めて作ったかな、このパーツは。それをウルフでも使って、コードの類はウルフの時に初めて立体化パーツを出したのか、作ったのか。そうですね。はい、もう一つ、エアファンネルですね。
結構まあ細かくてね、組み立てがしづらいパーツなんですが、一応この形をね、再現するとしたらこんな感じかなと。で、パーツを合体するとね、こんな感じかなと。これだとね、これをさらにもう、分割してね、分割パーツでもいいかなっていうことなんですけど、もうちょっと細かく言えばね、この亀頭一本一本丸めで作ってもね、いいかなと思ってるんですけど、組み立てがね、めんどくさいんで、この亀頭の表現はもうこれで、まあある程度見た感じ、まあまあ再現できると思ってこれでやってますけどね。続いて、細かいパーツ切っていきます。パーツがね、細かいんですいません。無口になっちゃいましたけど、喋りながら難しいですね。続いてね、ロールバーの切り抜きですね。
細かいところを切り抜いております。はい、細かすぎて非常に恐縮ですが、なんとかこれ組み立てていただけるとありがたいですね。なるべくね、この細かいパーツ、襟もね、この切り離す前にね、襟だけ切っとくと楽だと思います。
ただいま、ボディのね部分の行くんだところに配置したパーツの切り抜きをしております。非常に慎重な作業が必要なところになっております。今回はね、当然アレスノーズコーンも外した形のモデルの試作になりますので、ここのね線に沿って切り離しをします。とりあえずね、全部通常通りに切り取ってからですね、切り抜きが終わってから、そこの部分、外頭部分を切り離そうと思ってます。ここがデリケートな、ね、パーツになってしまいましたね。細くね、ここも
まあしょうがないですね。組み立て難易度はどうしても上がりますが、どうでしょう、うまくいくでしょうかね。まあオープンカウルをね、サイドポンツンだけ取れるように最初はしようと思ったんですけども、ノーズコーンを外したところのボディ側の方の写真が、資料があったので、ちょっとねそこもどうせなら再現したいかなというふうに思いまして、であとまあパーツを作ってね、A4 の紙の中に収まればそれでいこうかなと思いまして、いろいろ検討してパーツ作って、見てみたところですね、収まったので、今回のねようなものにしてみようかなと、思っております。果たしてねどうかね、このねくびれはね、このラジエーターの部分、それが入ってくるので、ここをくぼみにしました。今回このパーツもね、だいぶ変更が加えられているので、折り曲げてみて確認をしてみたいと思います。これは違うか。はい、これでねラジエーターをこういうふうに組み立てて、はい、でここへはめようというパーツです。いいかな、
斜めじゃいけないのか。ここは四角くしなきゃダメですね。そうですね、ここ斜めにしちゃうとここを貼り合わせた時に足りなくなっちゃうんだですね。はい、ラジエーターの方はまあまあ良さそうですね。とりあえずラジエーターの方は新しく追加したパーツの部分は良さそうですね。はい、でここは従来つけてた折り筋をつけています。このね、ボディーパーツも一つのパーツでかなりの、形状をね、作ってしまおうという発想でかなり集約してますので、いろんなね曲げ加工とかが必要になってきます。ただね、パーツをこうやって集約することの利点はね、組み立て時のズレが防止できるですね。集約することによってズレを防止できるので、ズレ防止の効果があるとともに、組み立てした時の段差、紙の厚みの段差が解消できるというのも大きな利点の一つですね。あとその貼り付ける時、貼り合わせの時に必要なのりしろ、それが必要なくなると。特に今回ここの今折り込んでるところのここの形状ですね、これが最初別パーツの必要性があるのかなと思ってたんですが、1枚でなんとかこう折り紙のように折ってなんとかそれが形状形成ができたというところは今回大きな収穫ですね。この展開図作るにあたってね、それは非常に良かったと思います。ここのノーズは全部組み立ててから、ここを全部組み立ててから切り取りましょうかね。そうしないとここがバラバラになっちゃいますんでね。はい、ここはちょっとイレギュラーで、ここを組み立てて先端を組み立ててから、切り離すようにしたいと思います。ちょっとね組み立て方法を考えたいと。どうしても別にするとねずれやすくなるんでね、
できればフロントウィングまで組み込んだところで切り離したいかな。そうですね、そんな風に考えております。あとここのところもちょっと切り込み入れるんですが、ある程度組み立ててから切り込みたいと思います。こうやってねハサミ入れられると思いますんで、はい、おおむね良さそうです。今のところこれはね、エアファンネルのところの中央に走ってるパイプを表現したパーツです。はい、ミラーのねここの部分も貼り合わせパーツがあるんでね、ここの貼り合わせが終わってからこれ細かくミラーもねいつも切るようにしてます。ステーの部分ですね、ここだけは貼り合わせなんで貼り合わせが終わってから他の部分の切り込みをしています。はいはい、いよいよね残りはタイヤだけですね。はい、タイヤの切り抜きをじゃあ順次ねしていきたいと思います。細かいコード類のパーツもあるんでね、合わせて切り抜きをしていきたいと思います。特にね、この細いホース類はね切り抜きが大変かと思いますが、根気よく切り抜いてください。
こういうね、細かいコード、ホース類、これはね、まず外側のヘリ切ります。こうですね、ヘリを切ります。で、この今度内側を切り取っていきます。このようにね、切り取っていくと割と切り取りやすいです。はい、ありましたね。これは針レベルですね。針レベルのもので、丸めて、完全に丸めるのはちょっと無理なんでね、半分丸めたような格好で組み立ててみます。ちっちゃすぎてね、うまく作れませんね。どうしようかな。もうちょっと大きくしようかな。まあもう少し大きくするかね、書き込みにするかね。一応書き込みはしてあるんでね、書き込みのままにするかね、はい、検討しましょう。
いぶねタイヤがね面積をね食ってるんですよね。これだけはもうどうしようもないな。もうタイヤの配置だけはね、だいたい、いつも固定されてますね。ロータスの時のタイヤの配置から同じかな。この車もね、プレスバージョンあたりだとホイールがメッキのピカピカのやつだったりするんですが、とりあえず今想定している日本グランプリ仕様だと黒っぽいので、まあ、黒っぽい、ホイールになってます。もうちょっとね早く完成でね公開をしたかったんですけども、カウルのねオープンカウル化をね、してましたんでね、結構今日あたりまでデータの方はね毎日少しずつ修正したりして来たんですけども、まあもう試作をねそんな何回ももうしたくないんで、今回も一度入れたパーツ番号をね、変更した展開図用にもう一度全部入れ直してで、これで OK だったら公開できるという格好まで作り込んでの試作ですので、これで良ければね、組み立ては結構早いと思います。公開は結構早くできるんじゃないかなと思ってます。オープンカウルにして果たしてねかっこいいかどうかは問題ですよね。
すらタイヤを切っております。もうタイヤをね切ればね切り抜きは全部完了ということでございます。タイヤが終わったらどうしようかな。貼り合わせパーツをまず貼ってまずちょっとあれかな、タッチアップ第1段階をやるか。貼り合わせ前に、タッチアップしたいところがあるかな。一回貼り合わせパーツ先にやって、乾かしてタッチアップをして貼り合わせパーツが乾いたところで貼り合わせパーツを切り抜いて引き続きそれをタッチアップしてという形にしましょうかね。その前にちょっとあれか、折ったり曲げたりして形を作った上で貼り合わせパーツが終わったら形を作るか。とにかく貼り合わせパーツを貼り合わせて乾かしてしまわない限り先へ進まないんで、その工程が一番あれか時間かかるからそれでいくか。タイヤのトレッド面を切ってます。今回からね、トレッド面ののりしろは全部一律黒く塗ってしまいました。どっちにしろタッチアップで黒く塗ることが多いんで、もう初めから黒くしちゃいました。はい、もう少しですね。もう少しでトレッド面の切り込み、切り出しも全部終わります。ずらしてね、切ってきます。こういうふうにね、のりしろ全部黒く塗っておけばね、断面だけでタッチアップは済むんで、いずれにしてもいつもね、真っ黒く塗るんで、これなんでそうするかというと、どうしてもね、接着の時にずれたりするんで、ここののりしろが白いところが残ってると、そこが見えてしまうことがあるので、どうしても黒く塗っといた方がタイヤの出来栄えとしてはいいので、もう一律黒く塗ってしまうようにしてるんですね。なのでこんな感じになっ、初めからね印刷しちゃえばいいかなというのが結論です。
グラデーションかけてね、際だけ黒くしてたんですけど、どうやらやっぱりいつもそれじゃ足りないし、ちょっとグラデーがかかるんで、色が薄めになるってこともあるんで、まあ、もういっそのこと、黒いなら黒い方がいいかなと。まあ、結局、組み立て時点の工程をですね、1工程省く。1工程ほどじゃないんですけど、ちょっと塗り手間を省く意味もあって、そんな風にしてます。いつも通りね、こう小細工ばさみの先端を使って、この入り組んだのりしろを切り離していきます。ですね、やっぱね、こう黒くなってあるとね、楽ですね、多分ね。で、まあ、タッチアップの黒と微妙にね、艶消し加減も違っちゃったりするんで、色の感じがね、そこだけなんか違って、目立ってしまうっていうこともありがちなので、どうでしょう、これで。結構きれいにできればね、これはこれでいいかなと思ってますけど。のり白の線をね、まあ白で描いたんですけどね、これは黒く塗ったものをね。もう少しでね、終わりますね。切り取りがね。今トータルで3時間ぐらいかかっちゃってるのかな。折り筋つけて、切り込み入れて、で切り抜きして。3時間ぐらいですかね。今日中にはどうですかね。仕上がるといいんですけどね。ちょっと朝早くからやってるんで、今日は途中で眠くなる可能性はありますね。はい。じゃあこれで終わりです。全部切り抜きを終わりました。こんな感じですよ。はい、でこれが切り抜いたカスですね。カスっていうか切り抜き終わった、切り取った余白部分です。
はい、こんな風にね今分類して、おります。